が出るんですか。威力10強いな。これ命中38の強いよな。でもさすがにやばいか。さすがに突撃しちゃえばいい。いや変わらんか。ここまで来たら変わらんか。だいぶつけとくか。全員返り討ちにして殺しそうだな。いや大丈夫と思うよ。あの激戦を乗り越えたエフラムならいける。お前ならいける。一人でいける。突っ込め。いや多分ね、多分狙ってこんと思うよ。よし、じゃあノールで回復しながら。ああダメだ。これもダメだ。うわもう無理じゃんこいつ。必殺出たら死ぬな。オッケー。危ねえ。イエーイ。実に超いいぞ。今までで最高じゃないか。あーいやーいいね。やっぱ魔法使い相手には相当サレフ強いの。サレフお前が初めて役に立ったよ。銀のやり。オッケー、いい。今回めっちゃいい。今回ハッピーエンドで終われる。終わるだろ、終わるだろ。じゃあ使いましょう。リライブ、あライブでいいや。リライブもったいないわ。はい。うわ今回いいぞ。今回超いいじゃん。やったぜ。アメリアもちょっとだけ狙ってもらおうとするか。いやー狙われるな相当。ちょっとすんか。でこいつは無視して、こいつも来ないから単終了ね。オッケー、めっちゃ回復してるあいつら。めっちゃ逃げてる。エフラム強い。はい、カリチー。はい、カリチー。あー、でも結構食らったな、今。斧やったっけか。斧の攻撃高いからな。みんなやっばいな、これ。うわー、誰もアメリア狙わん。よいしょー。強いなー。よいしょ。よいしょ。うわー、エフラム強い。経験値超もったいないけど。ちょっと能力弱すぎるな、本当に。うわーエフラムやばい。うわびっくりした。あっ危ねえ。なんでここでエフラム狙うようになった。みんなどうした、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 本当にどうしたんだ。びっくりするように狙ってきたな。隊長が死ぬとこだって。あっぶねえ、危なかった。アメリア持ってきてよかったわ。こっち倒すか。倒すのはいいけど、これ耐えれる？あと1個危な。うわ倒せんじゃん。倒せんのか。来てる。いやとりあえずこれ倒そう。これ倒して、でこいつはさすがに無理でしょ。まあ無理やね。50パンクだとしね。無理だからギリアムで。あれ取っか。傷にすると。お、ギリギリやったの、危ねえ。レイブンなんとか？何やったっけ？レギンレイブ？これはね、ちょっとハマーンを使って回復させようかなと思ってたんで、ね、危なかったな。よし。まあ、これで安全だ。で、こっちなんだよな、問題はな。2練り。OK。84パー。これも3だ。回復する暇がねえな、マジで。でも1しか食らわない。強っ。OK。こいつ、あ、そっか、こいつさっきディッセルを回復させたのか。で、ノールは、リザイアがあるから問題ないけど、 83% で死ぬけど、 83% で死ぬぐらいならいらん。オッケー、超早くちゃった。これ右にやっとこう。おえ、さすがに。あ、こいつするか。ライブ
あー、ファイアエンブレム面白い。多分今やってるゲームの中で一番面白いわ。スプラトゥーン、スプラトゥーンと、なんだっけ、いけ、スプラトゥーン、ときめも、ファイアーエンブレム、あとなんだっけ、バイオハザードか、その3つで何よりも一番楽しいな。これやば、ミスった、ミスったぞ、やばい、ジェシト死ぬ。喋りながら行動しとったら死んじゃうよ。あ、救出できない。あ、嘘、マジで救出できないの。あ、ふざけてるこいつ。あ、やば、あ、やばい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 、こう来るから。あ、こっから移動できるのか。あ、じゃあここ止めればいい。あ、止めれんじゃん、学校行けばいい。わからんし。あ、大丈夫か、ジフト。ダメー、死ぬ。おー、あぶねー、マジで危なかった。あ、やっぱ下から行けたか。ダメや、突撃するか。たまには。でも死にはしないだろ。死にはしないよね。相手な。武器。槍。斧かよ。斧使えないんだよな。槍。あれ、こいつなんか持ってるじゃん。体験。ただの体験。いや、とりあえず下で倒すか。えい、おい、オッケー。で、エフラムやばいんだよな。おろす、やばいけどおろす、大丈夫でしょう。あー、しかし危なかったな。これどんな確率だったの。あー、まあ47%。あー、まあ有利属性やけどな。有利属性ではない。じゃあ、斧で、あ、斧ダメだ。やりか。あ、やりダメだ。銀の斧、うん。悪くなった。あ、もうちょっと悠々と倒した、対等と戦いたかったんやけど。いけ、よし。あ、消せれた、弱いぞ。ヒロシ、弱いぞ、ヒロシ。ヒロシやばーい。ノールいけ。お前がナンバーワンだ。ナンバーワンじゃない。ダメダメダメ。5回ぐらい死ぬ。5回ぐらい死ぬ。やばいやばい。これはマジですか。あ、有利属性だから、待てよ。うわーお、痛い。これは実に痛い。あ、やばいな。すぐやばくなるな。あ、やばい。ノールやったら10回ぐらい死ぬからね。やばい。うわー、またジストが。ジストもそうだし、回復させようとしたら死んじゃうしな。救出もできないし。無理だな。無理無理無理。もう一回避けろ。もう一回避けてもらうしかない。あ、無理だよもんな。無理だよ。無理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 。もう一回避けてもらうしかないよ、マジで。ライブ。よし。やばいな、ここマジで。ジスト半分や。47分の。あん、オッケー。あいつら回復してんな。とりあえず傷薬回復しないと。戦いはそれからだ。オッケー、いいねー。
アメリアの技が高いんかな、これ。技20か。お、エフラムと同じか。いや、エフラムよりあるぞ。いいね、エフラムも強い、強いんじゃない。どうぞ、こいつ倒さない。死ねや、早く。46%、なぜ下がった。あいつ、なぜ上がった。剣がいいんだけどな、剣ないからな。エリック、レイピア、2! ふざけてる。有利属性、必殺もないし。あ、そっか、必殺はないんか。強制的にないんか。強いな、こいつ。マジで。銀の斧弱いなぁ。これ、こんなに弱いと。命中 46% ってどうなってるの？あ、51% か。こいつも12%か。51% と 46% 変わんねえなぁ。ほれ！あー、避けるね。てか、来るなぁ、こいつ。な、2やったっけ？ 2 で 47% いいね。あー、どうしたらいいんだ。ザイヤ 80% やばいな。ノールは絶対ダメだ。エリックもやばいんだよな。あ、エリック一応戦えるんか。ギリ戦えるもん。回避率高いし、意欲ギリギリだし。じゃあここに来て傷薬使って、いいね、これ避けよう。来るか、やっぱり、やはり来るか。でもこいつさ、マジでジスト。でもこれで回復や。よし、オッケー、これで回復や。よしよしよし、問題ないぞこれで。いや、いいね、いい、めっちゃいい、最高だこれ。絶対勝ちたい。いや、もし当たってジスト死んだら、お前はもういい、もういらん、もうしょうがない、お前はもうしょうがない、もう無理、もう無理、もう無理っす。てかこいつらマジ何も来ねえな。ほんと放置って正解だな。オッケー、全然十分十分。しかしよく当たったな。どうしようかな。サレフ、いいとこ見せろ、され。67%! OK! あと 13! 13やったらいけるぞ。みんなでボコボコや、ボコボコや、銀の。いや、鉄の方でいい。鉄の。12%! あー、12ダメじゃん。31%ダメ。銀の 46%! 46%! OK! やっと倒したー。なんか前回やった時すげえ簡単に倒したような気がするんだけどなーっと。よっしゃー、やっとやぞ。やっとここまで来た、皆さん。やっとここまで来ましたよ。まあこっからはもうあともうあれだよな、消耗戦みたいなもんだからな。まあここら辺からはもういいとこなしなんで、倍速もしくはカットしていきたいと思います。よかったー、マジ。もうでも楽勝だな。これでもうあれだよ、ほんと安定して敵を倒せるわ。ほんと安定するわ。よっしゃー、あと1体になりました。まあここまでね、まあそんなに、まあ結構時間はかかったんですけどね、時間はかかったんですけど、まあそんなにめちゃめちゃ苦戦っていうこともなく、来ました。でも最後ね、ちょっとビルターはね、ちょっとね、すごいね、印象深いんで、ね、こいつは倒そうかなと思っております。背景付きのアニメーションでやつを殺す。アメリアで大丈夫なんかって言ってね、ドラゴンスピアがあるから楽勝です。必殺はないけども、一応待機、待機からの、お、これアメリア必殺、危ねえ、やめとってよかった。うわ、危ねえ、相手の必殺普通に食らっちゃったよ。危なかったな、普通に。なにー、どうしよう、一旦やめよう。ボス戦の時はね、こういうのが、おほほ、
こういうのができるからな。前回前回しなかった。これだからね、ボス戦はいいんだよ。あれこいつなぜ下に行った。今考えてやがる。殺す。 80% 死ねえ。ファイヤーグガー。あれなんでこいつ下に行ったの今。うえうえ、今回良かったな。めっちゃ良かったぜ。イエーイ。これフェイリーの守護めっちゃ強いんだよ。これ飛行ユニットを弓から守りますって。うわー、これ遅えなー。来るのがターナとかさ、追った時に欲しかったな。エリック兄上、よく頑張ったな。エリック、はい、兄上のおかげです。あ、待ってください、兄上に渡されるものがあります。これを、あ、そっかそっか、そう、もらえるんだよな。あ、まあまあ死んでるからな。アウトドラム、やったぜ。エクスカリバー使ったことないけどね、一回も使ったことないんだよな。誰が使うんやねんって話。あ、サレフか、いいね。え、で多分ここは見たと思うんで飛ばします。はい、どう。まあ会ってからいろいろ情報をね、話し合っただけというわけですよ。あ、そういうことか。エイリックが上から行って、で、エフラムが下から行くからこういう風な感じになったわけね。なるほどね。ああ、今回ちょっとなかったような気がするけど、いい感じだったわ。まさか3パートにかけて、こんなに時間かけるなんて思わなかったぜ。というところで今回はここまでにしたいと思います。アイテム整理はね、裏でやっておこうと思いますので、ご了承くださいませ。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。